セントクレア・ショアーズはアメリカ合衆国ミシガン州ロワー,ー半島のセントクレア湖岸、マコーム群に位置する都市である。デトロイト都市圏に属しており、デトロイト市中心街の北東約13マイルに位置している。2010年国勢調査での人口は59,715人だった。2016年時点で市長はキップシー・ウォルビーである。 セントクレア・ショアーズとなった地域に1710年にはフランス人開拓者が住んでいた。当時はランスクルーズと呼ばれていた。1843年から1911年、セントクレア・ショアーズはエリングン区の一部であり、その群区は今日のイーストポイントとローズビル各種とセントクレア・ショアーズになっている。1911年、エリングン区の東部、 現在、セントクレアショアーズが入っている部分が分離して、レイク軍区となった。このレイク軍区は2009年まで存在していたが、残っていたクロスポイントショアーズが、住民投票で市として法人化されることになり、軍区は消滅した。イーグルポイントと呼ばれる町が1916年に、湖岸の一部に設立された。市内には、以前にジェファーソンビーチと名付けられた、アミューズメントパークがあった。 1927年に建設され、国内最長のローラーコースターがあった。1955年、この公園で火事が起こり、いくつかの建物が消失した。ジェファーソンビーチは再建を試みたが、そのオーナーがゆるりマリーナに転換した。1959年、残っていたアミューズメントパークの建物が解体されて、マリーナの用地に変わった。セントクレアショアーズは、 セントクレア湖の岸に沿ってあることもあって、第二次世界大戦後、急速にリゾートの町から郊外都市に成長した。1951年に市として法人化されたが、その前は国内最大の村として認められていた。セントクレアショアーズで最も高い建物は28階建てのショアクラブハイライズであり、地元では9マイルタワーと呼ばれ、セントクレア湖近く、 9マイル道路とジェファーソンアベニューに沿ってある。セントクレア・ショアーズは毎年人気あるメモリアルデーのパレードを行っており、地元のスポーツチームやマーチングバンドの多くが参加する。ノーティカルマイルでも知られている。これはジェファーソンアベニューの9マイル道路と10マイル道路の間の退場地であり、小売店、レストラン、ボートのディーラーが並び、マリーナがある。 セントクレア・ショアーズは、ミス・アメリカ・オーガナイゼーションのメンバーとして、最も長くページェントを開催している場所の一つである。ミス・セントクレア・ショアーズのプログラムは、市内の17歳から24歳の若い女性に、奨学金を提供している。このページェント自体は、7月に9マイル道路とマック・アベニューの近くにある、サウス・レイク高校で開催されている。ミス・セントクレア・ショアーズは、 ミスミシガンページェントで競うための準備をしているときに、死のために、ボランティア活動を行う。セントクレア・ショアーズは、デトロイトの音楽の歴史との結びつきがあることで、知られている。著名な音楽シーンの場所として、今は閉鎖されている、カーシティレコーズがあり、ハーパーの8マイル道路と9マイル道路の間にある。また、クローズ、ネスト・イーストは1960年代に人気があった。 音楽会場であり、ハーパー道路と13マイル道路にあった。ここで演奏した多くのグループが、地域、さらに全国で名声を得ることになった。セントクレア・ショアーズはアイスホッケーの教会でも知られている。ミシガン州全体にある他のリンクよりも多くの州選手権優勝回数を誇っている。1970年代の高校アイスホッケーチームは、 競技会を支配し、レイクビューからのあるチームは1973年に無敗のまま選手権で優勝した。現在でもホッケータウンという看板やバンパーステッカーが見られる。セントクレア・ショアーズはセントクレア湖の西岸に位置しており、市名もその湖から取られた。フランス人探検家、ロベール・カブリエ・ドラ・サールが率いた遠征隊が アッシジノキアラの祝日である1679年8月12日に、この湖に達したので、湖をラクサンクレールと名付けた。この湖は1710年にはすでにイギリスの地図にセントクレア湖として載っていた。しかし1755年のミッチェル地図に、クレアの綴りがクレールと現在の形に変わっていた。この名前はアメリカ独立戦争時の将軍で、 北西部領土知事だったアーサー・セントクレアの栄誉を称えたものだとされることがあるが、セントクレアが著名な人物になるずっと前に、現在の名称と綴りが使われていた。しかし、湖の前からあった名前に将軍の自責を加えて、湖や川に近いいくつかの自治体に名前を付けた可能性はある。例えばセントクレア軍、セントクレア軍区、セントクレア市。 さらにこのセントクレア・ショアーズ市がある。セントクレアの名前の由来について、セントクレア側のパイン側合流点で土地を購入した、イギリスの士官、パトリック・シンクレアの名前と混同することもあった。1764年、シンクレアが、シンクレアトリデをそこに建設し、20年間近く、利用されたが、その後に放棄された。セントクレア・ショアーズの 公共ビーチアメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は14.28平方マイルであり、このうち陸地11.62平方マイル、水域は2.66平方マイルで、水域率は18.63%である。特徴あるものとして、長さ14マイルの運河がある。これら運河の大半は、ジェファーソンアベニューの9マイル道路と10マイル道路の間にある。 ノーティカルマイルに見られる。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。セントクレア・ショアーズの公共教育は、サウスレイク教育学、区、レイクビュー公共教育学、区、レイクショア公共教育学区が管轄している。各学区に高校が一つずつ入っている。私立学校としては、セントジャーメイン。 セントアイザック・ジョーグズ、セント・ジョン・オブ・ワークがある。ありがとうございます。